はい、皆さんどうもこんにちは、山ちゃんでございます。今日はですね、平野さんと一緒に、はい、なんと、平野さんとこのお客さん、うん、そうです。取材。はい。あのね、私、昔、こう、雑誌の編集やってて、もうね、毎週お客さんの客車撮影ってやってたんですよ。で、なんでかっていうと、お客さんそれぞれね、アイデアが違うの。うん、うん、うん、うん。ほら、私たちってどうしてもその素の状態っていうか基本の状態をお客さんに説明するじゃない、うんうん、でもね、お客さんそれぞれでね、やっぱり、ね、アイデアいっぱいあるんで、うん、今日はちょっとそこら辺を、そうですね、平野さんのお客さん、うん、なんかもうボディの横に猫ですよ、猫、にゃんこ。そうなんですよ、にゃんこ、にゃんこちゃん。後でちょっとにゃんこ何匹いるか聞いてみたいと思いますけどいっぱいいそうな気がします。そうそうそうね、そこら辺も、ねえー、楽しみでございますんで、平野さん、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ということで、まずね、はい、うん、これは基本的に、数字っていうか、あの、デモカーと同じ仕様、そう、数字の基本仕様ですね、うん、基本的には。はい。で、オプションとしては、うん、ほら、フロントの座席を張り替えたりとか、はい。ね、その、そういうのはしてます。あと、ナビつけたりね。いうところで、うん。いろいろくっつけてます。はい。そしたらもう早速、ちょっと、はい、ぜひ、ぜひ。見てみましょうか。はい。ということで、はい。じゃあ、どうも、こんにちは。すいません、もうよろしくお願いします。なんとね、今日はね、実はね、平野チャンネルの撮影がメインだったんですけども、私も撮影させてね、ということで、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、まあ、平野さん、ちょっと横に行ってもらって。ここでね、じゃあここで、ここに来ますからね。はい。いろいろ見どころいっぱいなんですけど、うんうん、私的に言うと、あのね、このマット。猫。猫ちゃんマット。猫いっぱいいる。うんうん。猫いっぱいいる。1匹 ?2 匹猫はね、お外に今何匹だろう、5匹ぐらいいる。5匹ぐらい、お出かけしてる。毎日帰ってくる子ちゃんと。帰ってくる子。あ、ワンコよりニャンコ派。ワンコよりニャンコ派。あ、あの、遊びに行く時とかで猫は連れて行くの？お家にいるの？ね、本当はこれを猫用に買ったんですけど、うん、ちょっと猫が虹の橋を渡ってしまって、はいはい。ちょっと今は夫婦二人になっちゃいました。夫婦二人ね。はい。ね。いや、でもね、やっぱりこう、お家にペットいると、はい、いろいろ遊びに行きたいなと、うん、ね、いうところでございますけども、もうね、ここら辺のニャンコの、ね、ニャンコ好きな、うん、佐藤さん。佐藤さん。はい。見てくださいよ、もうね。まずこの上。これあれですよ、コールマンの。はい。あの、よくキャンプ場に行くとテントにつける。はい。ランタン。ランタン。平野さん、この棒は、ええ、これはお客さんが多分。これは、まあお客さんですね。うん。ええ。ないですよね、あのデモカーにはこういう。あのね、うん、あります、あります、オプションで。あるの？はい、今決めました。あれじゃん、ちょっとお客さんの見てパクってんじゃないの？大丈夫？うん。大丈夫？言い方ですね。言い方、はい、えー。いや、でもね、あの、どうしてもこういうキャンピングカーというか、こういうワンコックスで、うんうん、上の空間を上手にどう使えるか、が大事なんで、うん、こうね、こうちょっと物置したりとか、ね、ライトつけてみたりとか、うん、こっちはこっちで、やっぱね、大事ですよ。これはでもいいっすね。そう。あとね、平野さん。はい。私よく言うんですよ。はい。キャンピングカー。うん。何が足りないか。うん。私ね、よく言うんですよ。鏡ないんですよ。あります、ね。やっぱね、女性乗るときね。なるほどね。鏡が大事。なるほどね。そう。だからね、私とか平野さんね、髪型気にしなくていいじゃないですか。まあ、そうですね。そうでしょ。そうですね。でも、やっぱりね、女性はね、鏡が欲しいんですよ。そう。考えましょう、今度。あ、あの、オプションで。オプションで。あります、あります。それもオプション。あります、あります。ねえ。ねえ。これ、これ、これね、うちのオプションの。オプション。そうですね。ねえ。ええ、鏡。ええ、鏡。あれじゃないですか、オプションになった瞬間にすげえ高い値段で、定価設定されるんじゃないですか、いやいや、そんなそんな、これ、いくらぐらいですか、これ。これはあの、某。某。100円。某100均。うん、1万100円です。消費税じゃないですか。ねえ。そうなんですよ。でもね、ほら、こうやってね、ゴムで、すごいね、でもね。そう。だからね、ちょっとしたアイデアで。そうですね。やっぱりね、こういうのね、女性の方が得意。うちらだってこれ絶対鏡つかないもん。つかない。鏡はつかない。見ないもん。一年に一回ぐらいしか鏡見ないですよね。たまに見ましょう、たまに。たまに。ね、いやいやいや。そうなんですよ。すごい。だからこういうね、ちょっとね、こう上に、うん、ね、こう棚っていうか、うん、ね、こういう棒があって。ほんとすごい。そう。使える。もう洗濯バサミだって。そうですよ。ね、こう、ね、干したりとかやっぱりできますもんね。だからね、こういうカゴ、ほら、ちょっとしたカゴ。うん。
これはオプションのカゴ、カゴですよね。オプションのカゴ。うん。うちのオプションのカゴ。セジのオプション。オプションのカゴですね。オプションすると何でも高くなるんじゃないかな。いや、そんななんないです。なんないですか。何倍かなるだけです。何倍かなるだけで。でもね、私なんかも、やっぱりね、こういうグッズ使いながら、いろいろやっていこうということなんですが、私ね、やっぱりね、あとね、うちらってどうしても、そのシートの生地でアレンジするじゃない。すごいおしゃれな。しかも手作りですよ、これの。え、これ手作り？これは違います？これは買ったやつ？あ、これ手作りな？こっち手作り。あら、素晴らしいよ。それもその今、これでしょ？これも手作り。だから、もともと、そのシートも、まあ、生地。こういうやつ。うわ、すごい！カエルさん。これまたまた、あれでしたね。すごいでしょ。大胆な生地いきましたね。めっちゃいいのよ、これ。うん。肌触りがもうめちゃくちゃいいの。車に、実写に生地があるわけじゃないじゃない？ほら、なんか色見本っていうか。こったんちっちゃいね。あれでしょ？そうでしょ？ほら、あれってなかなか選ぶの大変じゃないですか。で、ほら、ちっちゃく見てるのと、やっぱりね、こう車全体で見るのが。ね、なかなか想像をこうしづらいですよね。しづらいかな、完成形が。でもこれね、だからあれですよね、シートカバーも多分、今ヘッドレストがそう見えてるから。ちなみにそのシートカバーの向こうの、こう、助手席と、あ、来た！マグネット。これすごくない？なんか。ほら。ピタッ。マグネットつく？つくの？これ平野さんのオプションじゃないですよね。いや、オプションですね。これね、マグネットでこう。これ。はい。こうなるわけですよ。重い、結構きついですね。強いですね。結構強い。ね。マグネットを、何？埋め込んで、ここ、サービスホールみたいな、はいはい。ありましたよね。はい。あれ外して、して、埋め込んでね。中に磁石埋めるっていうか、鉄なんで結局くっつくんですよ、ね。鉄板に。くっつけて、だから、ペタッと。ペタッと。あら。もうぴったりですよね。ぴったりだよ。オプションですから。オプション。ぴったり来てますから。ね、オプションだらけじゃない、ちょっと。そうなんです。でも、カーテン全部やろうとかってなると、お金もかかるし、でもこれだったらね、ペタッ。で、これいい、いらないときはね、ピッとこう引っ張って外しちゃえば。めっちゃいい、これ。ね、つけて。ヒロさん、あれですよ。これは、そこの磁石だけでも、こう、ちょっと埋め込んであげると。そうですね。これできますよって、お客さん。ね、そうそうそう。こう、お伝えすれば非常に。いいですね、これは。とてもいいですね。ね。いやいやいや、すごいおしゃれ。簡単に取れるから、すごい。そう、簡単だからいいね。すごくいい。意外とそこにね、こう、カーテンとかあると、ラウンドしてるんで、引っ張るのとかね、長さが難しいじゃない？そうですね。ね。でもこれなら、これはすごい。そしてですね、私さっきからちょっと気になってるんですけど、この緑のやつ、これ冷蔵庫。これは違います。これは、これは何？お！これもしかしてトイレじゃない？おトイレです。やった！すごいよね、これ。こんなトイレあるんだね。これね、あります。ヤマゾン。オプション。ヤマゾン。あ、オプション。オプション。オプション。さっきもらったオプションのリストには全然載ってないよ、これ。今の。だ今、今日オプションになった。今日オプションになった。まだちょっと印刷してないんですけど。なってない。これでも、私もやっぱりね、トイレ探してんだけど、なんかね、これっていうのないのよ。これ最高。これ最高ですよ、これ。これほら、外蛇腹だから、もしかしてこれ何？伸びたり、縮んだり、ますよ。やったお来た。もうあれですよ、ここに、後ろにポール・モリア流れてますよ、多分。マジックショー、あら、マジックショー。ほら。これいいよ。これさ、正直俺今まで見たトイレの中で一番いいな。いやいやいや、これ欲しい。これすごいいいと思う。キャンピングカー屋さんのトイレって、あ、空いたスペースは、要はなんかこう、フリースペースに置いてあるいつものやつね。そう、四角いね。四角いやつ。だから、あれね、ずっと積んでると、邪魔なんですよ。そうなんですよね。結構場所食いますもんね。すごい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 。あれじゃないですか、もう。すごいよ、これ。あれじゃないですか、アコーディオンになってるじゃないですか。いや、で、ほら、高さ収納できて、で、トイレ。これ最高。キャブコンとかだったらね、もちろんでかくたっていいんですけど。そうそう、いいんだけど。こういう、普段使いのキャンピングカーにはこれ、今までで一番いいな。一番いい。一番いいね。そう。でね、私腰痛いから、低いと使えないのよ。ああ。これ最高じゃん。これだって今高さ変わったでしょ？もう好きな高さに。
できるし。できる。しょっちゅう使うわけじゃないんですよ、車に。例えば災害の時とか、うんうん、もう雪で何十時間動けませんみたいなのあるじゃない、うんうん、そういう時に、うん、飲み物とか食べ物は配られるけど、うんうんうん、トイレ困るじゃない。そうですね。そう。これはちょっと。いいわ。これ何あの、アマゾンで見つけた。じゃあアマゾン。ほら、やっぱりヤマゾンですよ、ヤマゾン。ヤマゾン。ヤマゾンですよ。ねえ、うん。オプションなんだけどね。オプション。いや、でもね、これは、うん、これは多分ね、うん、普通にお客さんに勧めて、うん、そんな暴利をしなければ、うんうん、お客さんめっちゃ喜んでくれる、うんうん。そうだね。本当にずっと探してるもん。いいよね、でもね、ほんとね。そう。これはいい。ね。うん。まあ、あれですけど、なんかちょっとトイレの話で盛り上がっちゃいますけど、あれですよ、お客さんの話ということで。うんうん、そうそうそう。うんうん、でも、うん、まあ、キャンピングカーの前とかに、なんかキャンピングカーとか、こういう車って乗ってたんですか？何も乗ってないです。乗ってないの、じゃあまた、なぜゆえにこういう車を買おうと？もっと、まあ、昔から、キャンピングカーは憧れというか、欲しいなーっていうのは。うん、はい。あって。うん。で、YouTube とかをこう流しながら見て、うん、に、あ、欲しいなぁと思って、うんうんうん、でも、私が運転するためには、うん、小さい目が欲しいけど、軽だとって思う。わかる。わかる。でもあれでしょ、なんかハイエースだとやっぱでかいなって感じでしょ。うん、ちょっと。そうなんだよね。やっぱね、女性だもんね。ここもほら、そんなに上がるのが、駐車場の問題がね、うんうん、なかなか大きいのは無理なの。そうですよね。これ大きいのを上げ下げしようと思うと結構大変だし。うんうん、実際に、運転して、はい、もう、まあ、例えば遊びに行ったりとか、まあ、買い物とかこういう、まあ、日常で使ってる。でもあれでしょう。こんだけ外、にゃんこいっぱいだったら、わかりやすい分、目立つのもあるし。でも、そんなに。佐藤さん、どこにいたでしょうとか言われないですか？言われないです、言われないですか。カラーリングは結局、うん、変えてはいないの。あ、色味を。そっかそっかそっか。うん。まあ、シルバーのね、まあ、純正色。うん、じゃ思ったより目立たない。思ったより目立たない。まあ、よかった。まあ、よかったのか、よくないのか。いや、でもね、なんか、うん、ほら、タイヤホイールも変えてて。かっこいい。そう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 。遊びにね、行くことが多くなってね。うん、まあ、うん、そんなに、まあ、雪にはね、さすがにスタッドレスの方がいいんでしょうけど、うんうんうん、まあ、ちょっとね、河川敷にしろ、うん、まあ、キャンプ場とかもね、こういうタイヤ履いてれば、非常に遊びに行けるし、うんうん、そうそうそう。まさにあれですよ、これ理想的なオーナーさん。そう。ちょっと、平野さん。そうなんです。ね。そうそうそう。うん、で、お願いして、今日来ちゃったわけですね、うん。だってほら、楽しんで使ってる感がすごい出てる。うん、すごい嬉しいの。なかなかこういう、こういう、ほら、いろいろ。これ、本当に。てかね、私がね、うん、非常に参考になる。いや、でも参考になる、本当に。うん。うん。いや、だからね、さっきもちょっとお話してたんですけど、うん、キャンプ場に、キャンプの時に撮影に行くと、お客さんね、いっぱい積んでるんで、中撮影できないんですよ。うん、うん。結構ね、ドラッと積み込んでるんで、結構散らかってるんで、うんうん、なかなかね、こう、ね、撮影できなくて、でもね、これちょっと、アイディアいっぱい。いっぱい、うん。これだってあれでしょ、ボード、これ多分、磁石かなんかでくっついてるかな。隙間、ここの隙間がありますよね。ありますよ、ね、うん、あそこに、挟んであるだけです、うんうん。挟んでて。はい。うん。でもこれ、磁石みたいなやつていうか、鉄板でもない。うん、ブリキの板をプラダに貼って、その上に壁紙を貼ってあるんです。あ、これじゃあ。壁紙で巻いて、うん、プラダ2枚入ってるんです。1枚は隙間に入った土台で、はい、うん、であとはこの窓の形に切ったプラダを貼り付けてるんです。だから、アイデアいっぱい。ほんと、こんなグレードアップしてるとは思わなかった。え、平野さんも何お客さんのこの状態で見るの初なの？初めて。たまに写真とかを見せてもらってたんですよ。うん、で、これはちょっと本当一回本物見せてもらいたいなと思って、うん、で、お願いしてやったの。だからそれが今日。で、今日、あら、これだった。私もいいとこ来たわ。うん。すごいですよ、うん、本当に。もう結構遊びに行ったんですか？うん、少し。少し？もうでも納車してどれぐらいなんですか？納車が8月だったので。うん。じゃあまだこれからですね。うん、うん、うん、うん。うん、今だとね、まだちょっとね、車中寒いしね。うんうん。うん。そうですね。うん。真夏はでもさすがに暑いね。真夏はいかないんですけどね。ね。そう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 。うん、真夏行ったら罰ゲームだからね、暑くて。暑いよね。うん。ちょっと平野さん、あれですよ、なんかお客さん集めて、うん、バーベキュー、うん、撮影、うん。行こうかと思って。撮影会しますから来ませんかにしましょう。そうしよっか。そしたら、ほら、私も撮影行きやすいし。
ああ、なるほどね。うん。そうしましょうか、佐藤さん。はい。ね。ね。そうそうそう。で、みんなでほら、バーベキューしたりしてさ。そうそうそう。ね。で、一杯やって、寝て、みたいなね。そうそうそう。次の日朝、解散。大丈夫かな？どっちかというと、私たちなんか飲みがメインになれそうな。違うの？違う。いや、撮影がメインですね。撮影がメインです。撮影がメインです。ね。でも、こういうふうな形で、やっぱね、お客さん。アレンジして使ってくれてるのが嬉しいね。嬉しいなぁ。そう、ほんとそう。うん。山ちゃん言うように、ね、また違う車だったら、その人のまた違うのが出てくるんでしょうね。そう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 。うん、だからほら、うちみたいにやっぱワンコがいると、こう、完全ワンコ仕様になるし。うん、例えば釣りする人は釣り仕様っぽくなってたりするだろうし。うん。でもこういうふうにちょっとこう、こっちはこっちでね、もう、うんうん、これ、基本的には座れるように作ってあるのかな、もうこういうの。そうです。ね、こっちはね。うんうん。だからまあ後ろこっちね台座でこっち向いて座って、うんうん、でテーブルあって、うん、このテーブルの下のこれが本当はピラボさんははい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 足だ足があるんですけど、うんうん、ちょっとめんどくさいってめんどくさいあいやいや、うん、ぴったりだよ、うん、でもこっちの方ががっちりしてるしねいやこれこそあれだよ、オプションじゃないこれねこれいいよね本当ねいやいいいいいや、椅子だと思わなかった、これ。ほんと。うん。で、これほら、持ち吉で持ち替えばさ。何やろ、持ち吉って何やろ。持ち吉でほら、一回おせんべい買うわけですよ。あ、うん、高級なせんべいなんで缶に入ってるじゃないですか。あ、そっかそっか。うん。ちょうどよかった。うん。持ち吉ぴったり。そうそうそう。そうそうそう。ね、すごいよな、工夫が、うん。使ってる人がね、一番いい。うん。うちらはやっぱほら、そのベースをね、うんうん、あの提供したりとか。うん。うん。ねえ。んですけど。これどうですか？この車で、どっか今行きたいなとかこれから何したいなって何かあったりします？草津温泉行きたいんですか？あ、草津、うん、うん、車中泊と温泉と、うん、温泉だってね、うん、湯もみってあれ、ま、年中やってないですよね多分ね一年中やってます。あ、一年中やってんだ湯もみ、はい、いいね。でも温泉入ってさ、そう、ここでちょっとね、まあ、ご飯食べてもいいし、そう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 、一杯やってそのまま寝れちゃうわけでしょ、ね、こういう車ってね、あの、うん、ほら例えばちょっといいホテルだと、あ、飯の時間とかね、うんうん、風呂何10分みたいな、うんうん、意外とあるじゃないですか。うん、だからそれがこうなく。ないからね。うん、ご飯食べ、うんうん、お風呂入り、ゆっくりして、うん、で、もう途中でね、眠たくなったら寝ようみたいなのできるから。うん。うん、佐藤さん、この中で食事を作ったりとか結構するんですか？まだ、あの、火を使ってはいないんですけど、ちょっとお湯が沸けて、ご飯が炊けるので、うんうん、それくらいは。あ、じゃあおかずだけちょっと調達して。ああ、いいっすね。いや、十分だよ、ほんと。ね。うん。このくらいの車だと、そんなしないね。うん、料理は。料理を焼肉焼こうっていうあれではないですけど。そうそう。そう。ご飯が炊けて、お湯があれば全然。ねえ。そう。うん。ほんとね。ほんと。そう。うん、私も風のところ積んでましたけどね、3回ぐらいしかやんなかったね。そうっすよね。あんまやんないんだよね、結局。うん、そうそう、うん、お湯が沸くとね、コーヒー飲んだりとかもできるし、どっか行くとそこのうまいものとか食いたくなるんですよね。そうです ね, ね。いや、でも半年前の姿を知ってるんで、ちょっと、あ、そうだね、この変わりようにはびっくりしました、うん、もうすごいこんななってると思わなかった、うん、いや、なんかほら、あの作ったね、ほら、ビルダーさんとしては、うん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 、なんかほらビルダー妙に尽きるっていうかね、うん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 、うん、こんだけこうアレンジしてくれるとね、うん、まあありがたいし、うん、嬉しいです。また今度本当一緒に行きましょうね、はい、またぜひその時私もまた呼んでもらって、撮影会ってことね。はい、撮影会ですよ、ぜひぜひ。何ですよ、飲み会じゃないんで。飲み会じゃないです。飲み会じゃありませんね、はい、私の冷蔵庫いつでも冷えてますよ、ビールまあ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 、うん、まあそんな形でね、今日はですね、平野さんところのお客さん、はい、佐藤さん、平坊チャンネルだったんですけど、うんうん、多分平坊チャンネルより私の方が回してると思います。うん、はい、そうですね、長いですね、長いですね。はい、そんな形なんで、ぜひね、平坊チャンネルも一緒に見てもらってと。うんうんうん、はい、車の紹介多分向こうの方が詳しいと思います。はい、ということで、今日はですね、お客さんの方お邪魔して撮影させてもらいました。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。